はい、ソルデンでございます。今日はですね、キャベツですね。キャベツのめちゃくちゃ美味しい食べ方をねご紹介したいと思います。今回はね、ちょっと時間がなくね、もうちゃんと、切ってあるカットしてあるねキャベツを買ってきました。それではね、まず開封したいと思います。まあ気になる方はね一度、水でねさらしてねやってください。でそしたらね、キャベツこちらとあとね美味しく食べる調理足しなんですけどねこちらを使います。じゃん、サラうどんのね麺ですね。これをね使うことによってめちゃくちゃキャベツが美味しくサラダがなります。はい、ではまずお皿にね、キャベツを盛ります。まあ2人分なんでね、ちょっとお父さんの分も。はい、そして皿うどん、こちらをちょっとね潰してください。はい、軽くね潰したらこれをかけます。かけてちょっとね軽く混ぜてください。でよくねキャベツはね水切っておいてください。べちゃべちゃにねなりますんで。はい、あとね、お好きなドレッシングでいいんですけど、ごまドレがね、合います。あとはね、これを上からかけて、もうすぐね、召し上がってください。あまり時間経つと、麺がね、ふにゃふにゃになる可能性がね、あるんで、できればね、すぐね、作ったら食べてみてください。以上ね、長崎の、ちょっとね、名物というか、サラダを使ったね、キャベツのサラダが美味しくなる方法です。ではねごまかけます。はい、それではね、あとね彩りでチャービルとかあとトマトとかねあと水菜とかもね入れてもいいと思います。今日はシンプルにねキャベツと、サラードンの麺でね作りました。それではね早速いただきたいと思うんですが、ちょっとねお父さんが早くご飯しろってちょっと言われちゃったんでね、今日はこのままね終了したいと思います。それでは良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。